ウィリアム・ヘンリー・ホルムズのカラベラス・サレコ戸ベの嘘を暴く、予備試験よりカラベラス・サレコ戸ベは、カリフォルニア州、カラベラス軍の交付により発見された人の頭蓋骨。カリフォルニアにおいて、人、マストドン、像が共存していたことを証明するものとされていたが、後に鉄像であることが明らかになった。偶然にも、カラベリスとはスペイン語で、頭蓋骨という意味である。 1866年2月25日、甲府が地表から130フィートした溶岩層の下にある鉱山の中で人の頭蓋骨を発見したと主張した。その後、カリフォルニア州の地質学者で、ハーバード大学の地質学教授であるジョサヤ、ホイットニーの手に渡った。この頭蓋骨が彼の注意を引く1年前に、ホイットニーは人、マストドン。 マンボスが共存していたことを信じていることを発表した。この頭蓋骨は彼の信ずるところの証拠として役に立った。慎重な研究の後に、ホイットニーは1866年7月16日のカリフォルニア科学アカデミーの会議でこの発見の発表し、先進予定の北米における人の存在証拠を宣言し、これは知られる中で人の最も古い記録になると思われた。 その信憑性についてはすぐに意義が出た。1869年、サンフランシスコイブニングブレティンは、甲府が大臣に、頭蓋骨は、いたずらで埋めたと話していたと伝えた。ハーバード大学のトーマス・ウィルソンは1879年に、フッ素分析を行い、その結果は、最近のものであることを示していた。であると広く信じられていたため、 ブレッドハートは1899年に通座、プリアスンスカルという風刺的な詩を書いた。ホイットニーの本物であるという考えはゆすり動かなかった。ハーバード大学の後継者である会、W. プトナムもそれが本物であると信じていた。1901年までにプトナムは真実を発見することを決意しカリフォルニアへ向かった。そこにいる間、 1865年に多くのインディアンの頭蓋骨の一つが近くの埋葬地から掘り出されて甲府が発見するために鉱山に埋められたという話を聞いた。しかしプトノムは依然として頭蓋骨を偽物と宣言することは拒否し、頭蓋骨が実際に発見された場所を特定し、考古学者を納得させることは不可能であろうと結論付けた。 新知学の支持者のような人も頭蓋骨の信憑性に対する信念は揺るがなかった。問題がさらに複雑であるのは発見時の説明がついた頭蓋骨と慎重に比較するとホイットニーが所有していた頭蓋骨はもともと見つかったものではないことが明らかになったことである。スミソニアン協会の人類学者ウィリアム・ヘンリー・ホルムズは世紀の変わり目に調査を行った。 頭蓋骨近くで発見された動植物の化石は本物であると決定したが頭蓋骨はあまりに現代的であり100万年もの間人が変化せずにいたと思うことは大まかに一奇跡であると結論した同様に1911年に調査を行っていた J.M. バウトウェルは発見時の参加者の一人に全てが鉄造であると聞いたシエラネバダの交付は明らかに ホイットニーのことをあまり好きではなく、彼にこのようないたずらをしたことを喜んでいた。さらに地元の小売店の店主であるジョン・シー・スクリーブナーが埋めたと主張し、この話は彼の死後そのしまいにより明らかにされた。1992年に行われた放射性炭素年代測定により、頭蓋骨の年齢はおよそ1000歳であり、関心予行期のものと決定した。 このことを唱える証拠にもかかわらず、この図蓋骨は古生物学者が自身の理論に合わない証拠を無視しているという証拠として一部の創造論者により引用され続けている。しかし他の人々はカラベラスサレ神戸が絶造であることを認めている。ありがとうございます。